今回は下半身の血流が爆上がりして、機能改善におすすめなメニューになってます。男性も女性も30代から下半身の血流が悪くなって、代謝が下がったり機能が低下します。ED や尿漏れ、いろんなことが起きてきますんで、そうなる前に改善していきましょう。足の裏を合わせて膝を動かしていきます。閉じたら開きます。体をまっすぐに引っ張って鼠径部を動かしているイメージです。股関節周り、鼠径部、腸腰筋、この辺が硬くなるとね、血流が悪くなりますから、足が重たく感じたりむくんだりします。そうならないためにね、改善しましょう。今度はね、片足ずつ内ももを床につけるイメージでいきましょう。足を開いたら こういったね、コツコツした下半身周りのストレッチが日々の血流アップにつながりますからね。下半身の悩みある人は一緒に続けてください。反対も同じようにいきますね。結構気持ちよくない？これしっかりね、開いて閉じる、開くのと気持ちいいよね。両方でやるとむずいけど、片方なら結構簡単だよね。 OK、 今度ゆらゆら揺らしましょう。くびれにもね、すごいいいけどね、ちょっと早めにね、動いた方がよく伸びるよ。OK、 今度はね、外側に回していこう。膝を曲げたら外に回す。ちょっとコリッとなるかもしれんけどね、コリコリしていくと慣れてきますから。股関節回すだけでもね、この体勢やってると腹筋使うんだよね。お腹周りきしめにもいいよ。OK、 よっしゃ、この足開きましょう。そしたら足を内側に倒す。ちょっとむずいけど、もし難しかったらちょっと膝曲げるとね、できると思うよ。できる人は足伸ばして。少しでもね、足が倒れてたらいいけどね。この股関節はね、結構動いてますからね。よし、OK。今度このままでね、足をね、小刻みに揺らしていきましょう。小刻みに揺らすと力が入るんだけど、この力入ったものを伸ばすよね。できればお尻も締めたまま。股関節が伸びる。よっしゃ、今度しっかりね、かかとを引き寄せて、このまま前にかがんだら戻る。
前にかがんだら少しお尻がね浮くぐらい。今度このままねピタッと閉じたらピタッと開いて、閉じたら力を抜く、しっかり閉じたら力を抜く。このしっかり閉じるときにねお腹の奥の方に力がね入ると思うんで、これがね骨盤底筋鍛えられてます。ぐーっとお尻締めて、抜く。よし、オッケー。で、今度は最後、片方ずつ開いて。片方ずつ力を抜く。力抜いてね。よし、オッケー。下半身の機能に悩みがある人、代謝が悪い人、足がむくみやすい、股関節周り硬いせいで反り腰になってるよっていう人はこれを続けて、毎日1回続けたら効果的だからね。頑張って、やった時はコメント。もう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人はおすすめの動画か関連の動画、どっちか一本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。